たくさんの仕事を次から次へとこなす坂道グループのメンバーですが、中にはその多忙さやハードな仕事内容から体調を崩してしまうメンバーもいます。中には精神的な不調なのではと心配されるケースも多く、活動を休止するなどの影響が出てしまうこともあります。今回はメンタルの不安定さが特に心配されている坂道グループのメンバー5人を紹介し、原因となった出来事や今の状況について解説します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。早川セイラ。乃木坂46の4期生早川セイラさんは近頃その精神状態が心配されています。シングルで順調に選抜入りし、乃木坂に欠かせない存在となりつつある早川さんは、舞台での活躍も目立っているメンバーで、舞台スマホを落としただけなのにのヒロイン役に抜擢された際は、感染拡大の影響で1年間の休演期間こそあったものの、見事な演技で演じ切りました。熱演が評価されたのか、2022年6月に上映されるミュージカルクロスロード悪魔のバイオリニストパカニーニにも出演することが決まり、舞台仕事をこなすメンバーとしてますますの活躍が期待されていました。しかし6月24日の公演で早川さんに異変が起きてしまうのです。この日の公演を見に行った人の SNS によると、幕が上がる前から誰かの泣き声が聞こえていて、開演予定時刻になってもなかなか始まらなかったそうです。やっと幕が上がると、ステージの上には泣きながら演技や歌を披露する早川さんがいたというのです。歌が途切れ途切れになっていたという早川さんの姿に、演技なのかと思う観客もいたそうですが、その後しばらくして再び幕が閉じられたかと思うと、開演後わずか5分での公演中止が発表されたというのです。その後、乃木坂46の運営から公式に、公演中止は早川さんの体調不良によるものだということと、休演騒動の翌々日に出演予定だったライブとラジオ番組を欠席することが発表されました。観客の SNS 投稿と公式から発表された情報を照らし合わせると、開幕前から泣いていたのは早川さんで間違いないでしょう。一度開演した後の公演中止という異例の事態、これを招いたのはハードすぎるスケジュールにあったと言われています。早川さんは5月に行われた10周年記念ライブと6月26日の乃木坂スター誕生ライブという2つのライブや、それに向けてのリハーサル、ラジオ番組の毎週のレギュラー出演、そしてミュージカルの公演など複数の仕事を同時にこなす過密スケジュールの中で動いていたのです。ミュージカルに出演した後に歌番組に出演した日もあり、想像を絶するハードスケジュールだったことがわかりますね。実は公演休止騒動の前から早川さんは精神的に追い込まれているのではと思われるような言動が目立っていました。2022年3月に受けたウェブメディアのインタビューでは、私は自分を否定することしかできなくなってしまった、ネガティブというか全部のことを気にしてしまう性格、なんで自分はできないんだろうって考えちゃうなど、かなり後ろ向きな発言を残しています。さらに2022年2月に YouTube 配信された乃木坂46時間テレビでも、場を盛り上げるための芸人からのツッコミに泣き出してしまうなど、繊細すぎるメンタルに心配の声が上がっていました。ミュージカルは残念ながら騒動後に降板となってしまいましたが、役にマッチした可愛らしい演技や得意のバレエで培った美しいダンスが高評価を受けていたことは事実です。ゆっくり心と体を落ち着ける時間もとってほしいですが、今回のことでくじけることなく舞台での仕事に再チャレンジする姿にも期待したいです。小坂奈緒。日向坂46のエース小坂奈緒さんも、精神面が原因の体調不良なのではと心配の声が上がっているメンバーです。小坂さんは日向坂46のデビューシングルから4作連続でセンターに選ばれていて、握手会での人気も高く、不動の人気を誇るエースメンバーです。そんな小坂さんは2021年の6月から2022年の3月にかけて、およそ8ヶ月という長い期間活動を休止しています。運営は公式発表で、体調不良により医師より一定期間の静養が必要との診断が下りましたと休止の理由を説明していました。これに対してファンからは、多忙だったもんな、前から体調悪そうだったもんな、ふとした時に見せる表情が元気ない気がしてずっと心配だったという声が上がっていました。発表前から冠番組日向坂で会いましょうで暗い顔をしている姿や、写真や映像で見せる顔色の悪さを心配している人が多かったようです。
小坂さんは冠ラジオ番組の放送が始まっていたり、写真集の発売日直前ということで PR に奔走していたりと、当時かなりハードなスケジュールを抱えていました。小坂さんもやはりハードスケジュールが原因の一つとなっていたようです。しかし小坂さんの活動休止にはもう一つの理由があったと考えられます。それはセンターのプレッシャーです。小坂さんは4枚目シングル「そんなことないよ」でセンターに立つことが発表された際、ここまでずっとセンターを務めていて3枚目まではありえるのかなって思っていた、4枚目の時に変わるだろうなという気持ちでフォーメーション発表を聞いていた、周りの方からどう思われるんだろうと不安が大きくなってと、4作も連続でセンターを務めることに計り知れない重圧を感じていたことを明かしています。そんな小坂さんの休業は8ヶ月と非常に長い期間となりました。クリスマス恒例のライブひなくり2021の開催日には運営からの公式発表が何もなかったにもかかわらず、小坂がこのライブで復帰するのではとの憶測がファンの間で広がり、ハッシュタグ小坂直がトレンド入り、ファンが復帰をそこまで待ちわびるほどグループの中で大きな存在だということがわかりますね。2022年3月に復帰して以降は元気な姿を見せている小坂さん、復帰後最初のシングルとなる僕なんかではいきなりセンターを任せられ、正直複雑な気持ちですという本音も明かしています。ですが小坂さんには圧倒的な表現力と守ってあげたくなるような儚さがあり、センターでひときわ輝く存在感の持ち主ですよね。小坂さんが今後のびのびと活動に臨めるように、運営もメンバーも最大限サポートしてほしいですね。加藤志穂、日向坂46の1期生加藤志穂さんも精神的に追い詰められているのではと指摘されていた時期があります。その時期とは日向坂46では初めて表題曲のセンターを務めた君しか勝たんのプロモーションが行われていた頃です。精神状態が心配されていた理由はやはりセンターの重圧でしょう。加藤さんはもともとひらがな欅時代にハッピーオーラという曲でセンターに選ばれたことがありますが、中心で踊るプレッシャーから MV 撮影などで泣いてばかりいたということが明かされています。5枚目シングル君しか勝たんのセンターに選ばれた際も冠番組のインタビューで、センターは正直任せてもらえないと思っていました、前の MV 撮影でボロ泣きするし支える役目って勝手にそう思っていたのでめちゃくちゃ嬉しいと話すほどでした。ひらがな時代に勤めたセンターが加藤さんの中で満足のいかないものだったことがわかりますね。そんな背景もありながらのセンター抜擢でしたが、加藤さんはセンターとしてハッピーオーラにあふれた日向坂らしい世界観を見事に作り出しました。一見大成功かと思えた加藤さんのセンター抜擢ですが、そのシングルのヒット祈願である出来事が起きていたのです。ヒット祈願はメンバー全員でチアリーディングに挑戦するというもの。アクロバティックな技も多かったため、テレビ出演などに引っ張りだこだった日向坂メンバーは仕事の合間を縫って練習に勤しんでいました。そんなヒット祈願に挑戦する様子は YouTube でライブ配信されました。生配信で絶対に失敗できないという緊張感の中、加藤さんはジャンプをした後の着地に失敗してよろけてしまったり、パフォーマンス終了後には過呼吸なのではと心配されるほどフラフラになっている様子が映ってしまったりと、ファンからは加藤さんの体調やメンタルを心配する声が多く上がってしまいました。この頃のことについては、メンバーに全力で頼れていなかったと加藤さん自身も振り返るほど追い詰められていたということです。ただ加藤さんがセンターを務めた君しか勝たんの MV はセンターやフロントのメンバー以外にもスポットライトが当たる演出になっていて、ラストでは前後左右がメンバーに囲まれた状態で加藤さんがポーズを決めるなど、グループの柱のような新たなセンター像を作り上げました。日向坂46の武器はその団結力。プレッシャーを感じているメンバーのことを今後もメンバー全員で支えて乗り越えていってほしいですね。遠藤さくら、乃木坂46の4期生遠藤さくらさんも精神的な弱さを持っていて、表舞台で涙を見せることが多いメンバーとして知られています。冠番組乃木坂工事中では VTR を見た後のコメントにチャレンジするというコーナーで、うまく話すことができず涙をこぼしたり、シングルのヒット祈願でバンジージャンプに挑戦する際には怖さから大号泣してしまったりと、涙するシーンがたびたび放送されています。さらにコンサートでも開演前に泣いていたのではと心配されたことがあります。
2021年8月に行われた全国ツアーの福岡公演の1曲目で、直前まで泣いていたような顔をして登場したというのです。自身のことをいつもできないとか自信がないとか言いがちと語るほど繊細な心の持ち主である遠藤さんですが、高い表現力と愛らしいルックスで乃木坂のエースの一人として運営の期待も重くのしかかっています。27枚目シングルでは1期生以外では初となる2度目のセンターに選出されました。紹介したヒット祈願での涙も全国ツアー福岡公演での泣き顔も全てその27枚目シングルの期間での出来事だったのです。そんな遠藤さんのことを支えているのが1期生の斉藤飛鳥さんです。遠藤さんはあるウェブメディアのインタビューで、飛鳥さんから桜は桜だからと毎回声をかけてもらって、その言葉を受けて自分のままでいいんだと思えるようになりましたと語っていました。同じくセンターのプレッシャーと戦ったことのある斉藤さんだからこそ、遠藤さんの気持ちを理解してサポートすることができるのでしょう。重圧に押しつぶされないよう先輩の力を借りながら、今後も良いパフォーマンスを見せてほしいですね。遠藤光。櫻坂46の2期生遠藤光さんは極端にプレッシャーに弱い性格が心配されています。冠番組そこ曲がったら櫻坂の学力テスト企画では上位5人に入るほどの学力の持ち主なのですが、その学力テストの決勝にあたる早押しクイズではなかなか回答ボタンを押すことができず、悔しさからか突然涙を見せて出演者や視聴者を驚かせました。他にもクイズ企画で暗算ができなくなってしまいパニックと連呼したり、しりとりができなくなったりと、追い詰められると本来の能力を出し切れなくなってしまう弱点があることがわかります。冠番組のスタジオでも自ら発言することはほとんどなく、その引っ込み思案な性格から競争社会でもあるアイドルグループの中でうまく過ごしていけるのか心配するファンが多いのも事実です。しかし遠藤さんは2021年に開催された2枚目シングルの3列目メンバーによるライブバックスライブをきっかけに、人前で自分を出すことが怖くなくなった、これまで抱えていた苦しみが吹っ切れた気がしたと雑誌のインタビューで答えていて、大きく心境が変わったことを明かしています。参加したバックスライブでは表題曲のセンター曲に立候補し、表情も堂々としたものに変わりつつある遠藤さん、世界大会に出場するほどのダンススキルの持ち主としても知られているので、グループのパフォーマンスを引っ張っていく姿も今後見たいですね。今回は坂道グループで不安定なメンタルが心配されているメンバー5人を紹介しました。たくさんの人の目に触れるアイドルの仕事は精神的な負担も大きく、そのプレッシャーは私たちには想像もできないほどなのでしょう。しかし様々な葛藤や不安を抱えながらも活動に励む姿からは、自分もくじけちゃダメだと勇気をもらえるのも事実ですよね。メンバーの皆さんには自分の心を大切にしながら元気に活動していってほしいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。